こんにちは、あやチャンネルのマミーです。すごく長くて大きな橋の前にいます。私たちはね、今、淡路道の駅に、います。ここはね、この、橋を渡った向こうは兵庫の方に、なりますね。とにかくね、すごく景色もいいところで、夜はね、今のね、橋がね、ライトアップされて、本当になんか、兵庫の街もすごくこう、キラキラと、素敵な、夜景で、カップルで来るととてもいいんじゃないかな、というような、道の駅です。ここにね、昨日は車中泊をしたんですが、今は朝のお散歩に来ています。とにかくね、とても広いんですよ。すごくね、お散歩する場所もいっぱいあるし、ご飯食べる場所もいっぱいあるし、緑もいっぱいで、すごくいい感じのとこです。私的にはあんまり嬉しくないんだけれども、こんな感じで、子供たちもなんかね、喜んでます。でも本当街でやめてほしいんだけど、この背中スリスリするの。ほれ、やめてくださいよ。ほいほい。みんなね、夜もぐっすり、寝て、朝から元気いっぱいです。私ね、車の中でね、寝袋で寝てるんですけど、今日の朝もう気づいたら私の寝袋の足元とかにもう4匹入ってました。なので狭いというか、一人用の寝袋に、私と4匹が一緒に、ね、朝まで寝てたんですね。夜寝るときは2匹ぐらいだったんだけどね。いつの間にか、入ってましたね。いろんな匂いがするね。結構、ここワンちゃんがね、お散歩してる人もね、昨日の夜からね、よく見かけるし、あとテラス席というか、外に席がね、いっぱいあるんですよね。このご飯食べたりするところに。なのでね、こう、ワンちゃんも連れて、一緒にご飯が、食べれるっていう、感じですね。まだね、私たちもね、昨日夜ここに着いたばっかなので、ご飯をここでは食べてないんですけどね。ノエル君は昨日、ぐっすり眠れました?こんなところに、これはワンちゃんかな?ワンちゃんの銅像が、ありますよ。なんでだろうね。でも特になんか書いてあるわけではないけれど。さあ、アキちゃんが来ました。大喜びです。どうしちゃった、ダイヤくんも。大喜びです。大喜びです、この3匹。とにかくダイヤくん、どうしちゃったの?めっちゃ大歓迎じゃん。冷めているのは、ナイトと、ノエル。大関係だね。すごいね。ちょっとこのキャンプで一番深めたかな、ダイヤ。ねえ。あやチャンネルは元保護犬たちとの日々の様子を、お届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。Thank you for watching. See you again. Bye.